皆さんこんにちは。ヒューマンアカデミー声優漫画家専攻の長谷川玲奈です。今日はですね、 ASMR を使って際どいセリフだったり女性に言ってほしいセリフを打っていきたいなと思います。楽しんでくださいね。ヒュースト、今日もお疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、今日もお疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、いってらっしゃい。お仕事頑張ってね。いってらっしゃい。お仕事頑張ってね。おはようございます。今日もかっこいいですね。あれ、髪変えました？そっちの方が好きです。おはようございます。今日もかっこいいですね。あれ、髪変えました？そっちの方が好きです。わあ、筋肉すごい。体鍛えてるんですか？触ってもいいですか？わあ、筋肉すごい。体鍛えてるんですか？触ってもいいですか？あ、センスいいですね。そのペンください。あ、センスいいですね。そのペンください。本当に面白い。お笑い芸人になったら？本当に面白い。お笑い芸人になったら？仕事早いね。仕事できる人って魅力的。仕事早いね。仕事できる人って魅力的。尊敬してます。私の部長だったらいいのに。間違えた。尊敬してます。私の上司だったらいいのに。あ、今の聞かなかったことにしてください。尊敬してます。私の上司だったらいいのに。あ、今の聞かなかったことにしてください。頼りにしてます。いつも本当にありがとうございます。頼りにしてます。いつも本当にありがとうございます。おかえりなさい、あなた。おかえりなさい、あなた。おやすみ。明日も。